because not really much has happened. I feel like visual novels, they need to cut down on like I don't know, the length of it. They spend too much time waffling. The actual plot points are very little. Yeah, they do take a while to get going. Bruh, emo only chat. I mean, no one's really going to be talking anyway. No one's going to come across the stream. Maybe people come, but emo only chat. It's so cringe. They don't want to stay. What is this? Stars that twinkle. So what is this, like some Japanese roleplay? Not roleplay, wordplay. Snow falls, stars twinkle, because they're similar or something. Where's that going to go? Ohayou gozaimasu.朝です。お目覚めの時間です。おはようございます。あ、そうか。はい。昨日はお疲れ。四季様。おはよう、翡翠。わざわざ起こしてくれて。そのようなお言葉は不要で。シキ様を起こしするのが My dream。 Wait, what? No, I said my dream。 Wait, what said my dream? No, I said it as in Shiki's living my dream right now。 Oh, yeah, true。 She looks exactly like Sable。 It's just the face。 I don't know, and also, no, but also the voice as well, like her personality。Yeah, actually, I see that a little bit. 何かご用でしょうか。いや、翡翠の顔を見て、ここが遠野の。着替えてから下に行く。今じゃなくて食堂に。はい、食堂において。わかった。おはようございます、シキさん。早速朝食をご用意しますね。しまった。もしかして苦手四季さんか。いえ、好き嫌いはあまりない方だと自負してますけど。そうですか。小食だとは伺っておりましたので、これでも控えめにしてみたのですけど。すみません。
事故の後遺症のようなもので、こればかりはどうしようもないというか。Could be small plates, to be fair. I've heard that Japanese portions are quite small. とにかく、いただき、残してしまったらごめんなさい。いいえ、お気になさらず。私もこ、では、どうぞ召し上がれ。お口に合わない。ごちそうさまでした。大変お。けどすみません。せっかく用意してくれたのに。いいんです。先にお話を聞いておく。それに十分嬉しいございます。四季さん、本当に美味しそうにね。といけません。どうぞ私にお構いなく今の方に行ってくださいな。あちらで食後。おはようございます、兄さん、うん、今朝は起床時間が遅かったようですが、まあ、よしとしましょう。すい、兄さんに食後の紅茶を。 Well, the graphics are so clean. 私ももう一杯いただきます。かしこまりました。四季様。ああ、うん。複雑なのに、もう。Awesome smile. 今朝はマリアージュのエスプリドノエルです。紅茶の名店といえばイギリスですが、こちらはフランスの名店です。クリスマスという表現は曖昧。お値段もお手頃だそうですし。庶民派な兄さんに合わせてみた甲斐がありました。Oh wait, I realized, yeah, I should probably change my, you know, the face cam thing. I should change to the bottom right, because if it's at the top left, just in case it covers up from the word, so I just did that now. Ranzatsu Rambo, saigo ni ranshin! Stampede ni jigoku iki! Tiger, this actually sounds like Tiger. Yeah. I was kind of...hoping the teacher was going to be Tiger again, but that'd be so okay, that's basically Tiger with long hair and younger. Yep. It's got the tiger tooth thing, the fang. Yeah.
based. おはようございます。今日は何のご用でしょう。定期診断は昨日のはずで。いやー、昨日はちょっと乗り気になれなくて。夕日を見てたらムラっときちゃって、調査ほっぽり出して街に飛び出したのよ。まあ率直に言えばサボり。なんで、今日こそきちんとお仕事したくて。あ、メイドちゃん、私にも紅茶プリーズ。砂糖は4さじないし5さじ、気分的には6さじみたいに。Side of the lab coat looks pretty sick. Are? 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 Nice voice acting. アラク先生、兄さんに紹介をしてもよろしい？ん？紹介って私のこと？いいわよ。シキちゃんのことなら、シキちゃんだって私みたいなよそ者の事情なんて興味ないでしょ？つうかそんな解消があるなら、トウシちゃんに向け。そうそう、私はもともと気ままなデラシネ、風に漂う砂地の雲みたいな女だったんだけど、行くところがないならうちで一緒に暮らさないかとかクールに口説かれちゃったわけ。でも残念、マキヒソ君はちょっとタイプじゃないんで、あっさり断って今はトウシちゃんのお友達。うん、なのかしら。ええ、アラク先生は今は父の友人として。私その呼び方聞はかせ。どうぞアラク様。もうメイドちゃんったら本当メイド。ゴゾロップに染み渡るっていうか、子宮とか卵巣に入っちゃって、ダメだよ。ラブ入って。じゃあ定期診断に行ってきます。大浴場の空調がおかしいんでしょ？わかってるわかってる。ささっとチェックしてついでに。よろしくね、しきちゃん。よそ者同士仲良くしましょう。これからいろいろあるでしょ。もう本当にどうしようもなくなったらダメ元。なアラク先生についてはお父様の遺言の関係で屋敷本館への出入りと手入れを一任されている方です。失礼いたしますね、アキハ様。そろそろ登校のお時間。おや、何やら。はあはあ、朝から無理難題を言ってさ。あなたね、さす。第一、私は理不尽な決まり事は口にしません。それでは、私はが、兄さん。昨夜も言いましたが、なってないよ。携帯電話は誰。そうですか。で、早めに起床し。ニュースによると、昨夜、
宗谷駅北口で不老者の遺体が発見されたそうです。栄養失調による投資とも、真相はどうあれこのところ繁華街の治安は良くないようです。そんな時に出歩いて、学校が終わり次第聞こえていますけど。違います。We should just unmark him. 使用人であって使用人ではない曖昧な存在。なので。はい。でも、あと屋敷内で使うのもお控えください。Wow, Kohaku is actually the best character. Mm-hmm.あとはこちらもどうぞ。ブザーを押していただければ私の方でロックを解除。ご面倒とは存じますが、それでは私後のことは。はい、行ってらっしゃい。 Technically her sister isn't snitching about the phone unless she didn't hear, so she's called. シキ様のお時間はよろしいのですか。ああ、ここから学校まで、yeah. 今は7時半だ。Kohaku did call Shiki over, so maybe she just didn't notice. 気にかけてくれてありがとう。Yeah, that's true. それでは。え。
皆さん静かに静かにホームルームを張って。あれ、な、皆さん揃っ、何、私ったらバジ系女子。ああ、いけない、ちょっと例えがマイナーよね。日本風に言う、はじめまして。富山先生が転任なされたので、その第1ヶ月だけのお付き合いになりますが、担当学科は体育と英語、好きな食べ物はモンブラン、もらって嬉しいプレゼントは現金ないし、ウェブ質問は随時受け付けますので遠慮なく。I was just surprised at the actual text at a heart. I was like, what? Bro. の皆さんが暴いちゃうだろうから、言っちゃうと25歳、住まいは2駅隣の賃貸マンション、好きなタイプは大人の頭の文系男子。教会、何先生、シスターなの？Well, she's definitely gonna be somewhere related to the story though. ええ、私の国じゃそう珍しいことじゃありません。まあ、まだまだボランティアレベルで。Not curator, but この子たち。What each of these will like lead to, so. This will, I mean, last time we went to the cafeteria was Shiru there, so I don't really know if I could be asked to pay attention to Classroom. Classroom means Yuhiko, probably, right? Yeah, we'll probably talk to that scene. I'll figure out on the hallway. The third one could be something like new or interesting. Yeah. Okay. Let's go. あれ、どうしたんですか？2年の教室に何か用事でも？はい、もちろんです。正確に。先ほど購買部で大変良い新商品を購入したのです。
一人では食べきれないので、暇そうなお話し相手を。はあ、捕まえ。先輩、2年生の教室に来ちゃダメですよ。上級生なんだから。さ、そうなんですけど、今日は年下の男の子とお話がしたい気分なんです。というわけで、ええ、これから昼食を取るだけです。It really feels like each of these options. It really feels like the main choice. Like, think about it, if I went to the cafeteria, she came for me. So what? I would have just not been there. So it really does feel like whatever option you make is the right one, and you'll never know what the other one is. It probably also feels yeah, right. That's a good point. Meanwhile, in Fate, you just die. You literally just die. Yeah, and it's the most dumb ones as well. You play safe and you still die. Yeah, exactly. To live, you've got to like jump in front of Berserker's sword or something. Get your guts like slashed out. Oh, that's actually true. That's the thing. それで、購買1年前に姿を消した。か。じゃーん！購買部の仕入れルートに進言すること早い1週間。ついに本格ベーカリーのアイテム販売が実現したのです。割高ですが、学生の。はい、どうぞ遠野くん。特別。いや、あの。怖い。昨日もそうだったけど。ええー、まあ。あ、でも。辛ければ好きというわけではなくてですね、特典でもわかりますよ、好きなも。それじゃお言葉に甘えて、いただきます。外はカリカリ、パンは油が染みて、でも先輩、お腹は大丈夫ですか？カレーと揚げパンって胃にもたれますよ。そうなんです。私はこの後。ふん。体が丈夫なのだけが取り柄ですから。あ、それよりお茶ですよね。うぃっせー！やっぱり日本人は麦茶っすよね。Wow. He's stealing. That's very cringe. I'm sorry. Stealing food is like, bruh, that's minus 100 points. I mean, he did steal like Gilgamesh's entire arsenal, so fair enough. Yeah. なるほど、こいつはうまい。すげえうまい。何よりカレーの味がする。空腹で起きたばかりの。いや、ちょい腹にもたれるけど、そこは先輩の真心でいい分ってことで。He steals CL as well. I'm dropping this. I'm dropping the game. Arihiko, why are you so disturbing to people? Hey, hey, hey. No escape is necessary, customer. If it's lunch, I'll give you a seat. I gave you the seat yesterday.すみません先輩、
うちのクラスのバカが失礼を果た。残念ながら却下です。静かに蹴る。乾くんはそこで歯を。なんかどうに入ってらっしゃる。 Our first fight scene is this. Are you serious, bro? 怒ってるぞ、アリヒコ。宝く、なんだこれ、冷や汗止まらねえよ。やばい、マジやばい、剣圧で先輩が大きく見える。あ、今、かすった。鼻先にジュってかすった。助けて、どうの、なんとか。謝るのはお前だろ。夜だ、こっちに寄る。さすが東のナイス白状。すみません先輩、つまみ食いは出来心っつかノリっつか。こう、なるほど。ですがふさわしい入場券が見当たりませんね。オッケー、了解しました。いいす。乾くんにも困ったものです。いただきますの言葉もなかったばかりか、一口で飲み込んでしまうなんて。もう、お待たせ。おお、げ、うま、どうよ、あれだけ買い占めてみた。しても紙袋2つ分のカレーパンはやりすぎだ。食い切れなきゃ残せよ。多少は日持ちすんだから。そういうわけで、さっきの謝罪とお昼を一緒にする袖の下っす。これはこれは、どうぞ乾くん、ベンチ。何言ってんすか、先輩は座ってて。で、俺学校終わったら遊びに行くと。その逆、学校の中の話。お前朝いなかったから、富山の代わりに新しい先生が来たことも知らない。何それ、初耳。あた、で、どんなタイプ。いかにも去年まで研修生だったって感じで、バリッバリの癒し系。お前、包容力のある年上が好きなんだろ。よかったな。ちょ、やめて、25歳、25歳だけはやめて。姉貴と同い年じゃねえか。それだけは生理的に受け付けるんだよ俺。おや、そうっすよ、年上はめんどくさくないし。あ、いや、可愛ければめんどくさいのもあり。ふむふむ、甘えるのも構うのも得意なわけ。ところで遠野くんは年上と、特に意識はしたことはないですけど。あり、まったうっそくさい。なんか遠野からはお姉さん殺しの匂いがするんだよな。家庭教師とか。黙ってろ、いいから黙ってろ。うん、では主治医の娘さんもあるんですか。あ、ありますけど。め、シエル先輩も有彦のヨタ話じゃないけどな。事実だけどな。実際抜きかけして年上の先輩とランチしてたじゃないですか。ですよね。遠野くんがあんまりにも無防備にひょこひょこ歩いていたので。はあ、まあ実際はウサギの皮をかぶった冷血生物なんです。そろそろ頭が痛くなってきた。腹も膨れ、いや待って、何も食べてないような、食べられなかったような。マイカ、眠くなってきたんで保険。じゃあな先輩、今度は俺と二人っきりでお願いします。注意するべきなんでしょうけど、
あいつ必要最低限のことはきっちりこなしてますからね。事故の。なるほど、付き合いが長いだけあってよく分かっているんですね。ただの腐れ縁です、先輩。あいつ、あの、いえいえ、遠野くんが笑っているものですから私も。そうですね、あんまり中庭に出たことがなかったから。ええ、こんきっと。確かにあんまりいないタイプの美人だ。ああ、いたいた、ちょっといい、しきくん。あら、口から心臓でも吐き出しそうな顔なのね。何かいけないことでも考えていた。いえ、そういうわけでは決して。あの、それより何でしょうか。ノエル先生という響きはいいものね。日本にはまだ慣れていなくて不安だったけど、あなたみたいに純朴な子に先生って呼ばれるのは癖になりそう。OK。はい。あの、ノエル先生。That is slightly strange. Oh, yeah. Music stopped. ちょっと。This is kind of scary. 気にしないで。というか。こういう時は、どういうふりをして黙っているものよ。What's happening? ね。On the heartbeat, there's a heartbeat. そう警戒しない。ただ指と指を重ねるだけ。そう。あなたに私を食べて。あれ、心音だけでとろけてしまうでしょ。Does she think I'm like a vampire? She's like, look at the neck and my heartbeat. だから忘れて、あなたを忘れて。Maybe she knows. Maybe she maybe knows. She, yeah. Maybe she knows like I'm not a normal human, so she then thinks I'm a vampire. So she. なんて、新任記念の冗談でした。日本風に言うと、ちょっとしたスキンシップじゃなくて、名刺交換冗談って。She can take off my glasses if she wants. I'm just saying. I don't have mystic eyes, so we're good. そもそも用は何なんですか？俺を探してたような。ああ、それはもういいの。ちょっと、それじゃあ、さようなら、しきくん。富山先生みたいにならないよう気をつけて帰ってね。Yeah, and I guess because we jumped away, she was like, oh, I guess he's not a vampire. We. I kind of want to say one, but I hope I don't die. Nah, so... it'll probably be fine. Who is Toyama sensei? That's the teacher that died and got replaced. Oh.Yeah, that's a bit of a weird thing to say, I think. Yeah, she said, don't end up like the dead teacher. I'm like, bruh. Toyama sensei, mitai. Oh. Oh, please don't kill me.
富山先生はね、昨日公園の外れで体の半分が焼け落ちていたんだって。Off of her body part. Maybe she was a vampire? Because half of it, maybe it wasn't in the sunlight or something. Maybe she was under a tree or I don't know. It's a rough way to go though. The left side of my neck hurts. She must have done something. Bro, what if she's a vampire? No, I doubt it, but I don't know. Yeah. I think she's evil. I can't lie, because she's with the church, right? Yeah. And the church is all. Well. Bezat, Kotamine. But the church was supposed to make the battle royale fair. That's okay, I guess. Yeah. Kotamine was an anomaly. Yeah. And I mean, if vampires are usually bad guys, and the church fight vampires, maybe I mean yeah. they could be. I think it's just a case of there's good and bad in both sides. So yeah, so I guess you can't really tell. Oh no. Wait, maybe because I didn't go straight home, I'm gonna die now. Okay, what was I gonna say? Yeah, I wouldn't let her take off my glasses anymore. It's not worth it. Cause maybe if we got home, like, one of the people in the house would have noticed it and took care of it. Yeah, maybe we'll see Arcade or something. Oh, this soundtrack's spooky and good. I think we might. Well, we'll definitely see something, right? Bro, what is this? Why are we here? ちょっとそこの人Was I being brainwashed maybe? I don't know. But I was subconsciously going. すみません。100円持ってませんか？どうも。こんな時間に散歩とかのお家の人まっ。待ってください。何？悪い。それ。どれも飲めない味でした。I think she just came to save our life. あきれてる場合じゃない。
お帰りなさいませ。しきお疲れとは存じますが、お部屋に戻る前に執務室寄り道をするのは今回の罰として、兄さんの月々の交友費を2割ほど減らす。 But I was here before the curfew, right? That's peak. でもそれはないだろう。まあ日が暮あら、それは意外でした。私と約束、oh, いやそれが兄さん、私も言い忘れていました。罰の追加として。Oh, okay, chill. So wait, why is he actually being punished? Because I mean, I didn't know they promised that he would come back before sunset. She just said that. But I mean, I mean, she's doing it because obviously vampires nighttime are safety. Yeah, I guess she's just worried. I mean, we did like nearly die or something. True. Shiki-san? Kohaku-san? No, dame desu yo.今日ぐらいいくらなんでも一日目なら言うことを聞いてくれるだろうって、もうありえないぐらい早め帰って、そんなの決まって、いえなんでもそれはともかくとして、ですのでお部屋の方に行け。おにぎりとお味噌汁という簡単なもので、And she's the one supposed to be looking after the sister. Well, maybe it's like a good cop, bad cop thing. それはすごく助かりますけど。はい。しき、それにこれはひすいちゃんも同意していますから。そうか。しきさん。あの子じゃないのです。ああ、うん、わかってる。でもいいえ、それはいけません。翡翠ちゃんはああ見えてとっても四季さんもどうかこれからは気軽に家族わかりました。これからは何があっても翡翠ちゃん、あ、いや、ちゃん付けはさすが、はい。I kind of want to talk to this sister because I feel like, you know, go to the maze route. I don't know actually. Because I kind of want to see what her room is, but I do want to talk to the sister at the same time. If you want to talk to. I don't know. I'll leave it up to you. I'm going to look something up about the routes. Okay.Piece of blue glass moon. そもそもあいつの部屋、東館の。Hey, can you pause the game for a sec? Or like stop scrolling? Okay. So, a piece of blue glass moon. It has.A remake of the two Nearside routes featuring Arcade and CL.
So I don't know if we can do the other, like, the other girls. Let me see, so can we Far Side remake? Yeah, I wonder why it's called Far Side. That makes it sound like it's going to be more, like, dark and negative. Yeah, there might be some progression, like in Fate, how the but like hopefully it's a bit like that. Yeah, I don't know. Hopefully it's not like a normal light visual novel where you have to do the, play the same game like twice. Because I really liked how Fate did theirs. Mm-hmm. Yeah. Okay. So yeah, I think in the we'll only have two routes, and then in the second. In the second game, which I don't think is out yet, is you've got Akiha, Hisui, Kohaku, and also Yumizuka, so the school friend girl. That's not CL. It's quite random. But yeah, so we've only got two routes to pick from. Wait, no, as in with, like, the thing is, I don't know how it works. Do we, like, if I'm playing, do I make choices that choose which route I'm doing, or do I have to do it, like, in Fate, where I have to complete this route, then go into the next route? I can check that out as well. Okay, so there's four chapters which are the same. It look between the two routes, up to day four. And then you either go Moon Princess chapters or Rainbow in the Night. Choose from. Let me look it up. Okay, yeah. So you have to do Arcade's route first. And then okay. CL's route. One more thing. Arcade. I'm trying to figure out how to actually say it. Arcade. I always say like Arsuid, but I. Arsuid. I'm such a. Apparently, there's a Sugahib. There's a dub for the anime Arcade. Which says Arcade. Yeah. I'm gonna just go with that. Arcuid. But Arcuid. It'll be obvious whatever we're saying, so... Arcuid. Okay. Are you ready or still checking the stuff? Yeah. I'm set now. おや、一日ぶりだね、四季君。一晩経って、遠野に戻ってきた実感は出てきたかい。We were debated. Oh, yeah, because we went to talk to the sister and got this guy, bro. Unless she's gonna come after. I beg. こんばんは。佐伯ゴートさん。佐伯だけでいい。名前というものは。認めるにあた少し驚きました。こんな時間？ああ、牧久氏が残した悪い伝統の一つだな。零時を迎える彼は夜を剣をしていた。おお。いや、ここは洋館としての作りも。土地が持つ歴史も素晴らしいものだが、遠野家の当主は夜から目を背けるなぞ。それが何か、夜通し騒ぐよりは。缶に触ったかね。結構感動された身であっても父親の名誉。こんな時間に来訪するのは非常識では。非常識ではないよ。
遅めの仕事を終えて自分失礼、私はよそ者だ。宿泊用に部屋を与える。今夜は部屋に資料を取りに来ただけ。仕事を終えてというのは嘘でね。宗谷の都市開発はこれからだ。まだ片付けなくてはいけない。私が巻久氏を非難したのはこういう。現代のビジネスに昼も夜もない。夜になれば朝を待つだけなんて身の毛もよだつ方針だ。いつまでも前時代の。Okay. Wow. Well, at least it's day three soon, so maybe something will happen. And yeah. Fun, fun, fun. Yeah, the name of day four was like, it looked interesting. Mm. So. Hmm. I wonder if there's like vampires walking around the house or something like this. Cossory stand right to them, cut the Kurutoka. Ma, it's your Anaika. Kihon, Chicken Kikan no Tokinara, Shu Shinjikan Monovash them. Can you see, can you see the lines of yourself and cut yourself? A good question. Also, the lines cut. Because if you could, you can probably see your eyelid lines, but. That'd be weird. Oh, that's actually creepy. Bro, I'm actually scared. I'm like, it kind of sounds like real life. What the, like? Yeah, I thought it was an ambulance, and I thought it was like a human. Now it sounds like a wolf. An ambulance. Nah. What was like Twilight, like werewolves versus vampires? That would be hella annoying. もうやかましい。くそ。なん。Has he been using the same glasses for the past 7 years or so? I guess so. Maybe they were big when he first got. 仕方がないか。Or he changed.Yeah, probably. Yeah, change the lens, maybe. 警察に電話しても取り合ってもらえないだろうし。Oh, no. Time to save just in case I get smoked. I won't get smoked, but.
Someone killed the dog. Hey, Bog. This hot in Holland. What the fuck? What was that? A reality marble? The lines kind of remind me of Dark Sakura. That's literally what I thought of when you said that. I literally thought it reminds you of when the Grail taints something, like Dark Saber, Ultra Saber, the armor. The black and red. So I actually can't imagine looking at this stuff 24/7. Yeah. What are we?